こんにちは、こうです。視聴者さんよりご依頼をいただきましたヒーリング動画をお届けしてまいります。今回はですね、子どもの夜泣きで悩んでおられるママさん、そしてパパさん、そしてお子さんへ向けたヒーリングをしてまいります。夜中にですね、何度も起こされると、いくら可愛い我が子といえど心も体もしんどくなってきますよね。こういった状況のママさん、そしてパパさんは、まずはですね、心が落ち着くように、そして体の疲れが取れるようにヒーリングをしてまいります。また、お子さんのですね、夜泣きが軽減されるよう、合わせてヒーリングをしていきたいと思っております。動画をですね、見ていただくタイミングは、お子さんが夜泣きをされている、タイミングが一番効果的ですね。音を消していただいても構いませんし、動画を見続けていただかなくても大丈夫です。それでは始めてまいります。
はい、完了です。はい、本日は子どもの夜泣きに苦しむママさん、パパさんへヒーリングをしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。どうかですね、心と体が楽になられますように。本日は以上です。またね。